去年は大雨で大変だったよな。今日はね、こちら東区長からも参加しています。そしてうるま市、石川、浦添、宜野湾、那覇で、中城区、さらに南部の方はね、与那原、御殿場、早原と、皆さんは今日は12チームで参加しております。そしてつい先だってまでこっちは名古屋グランパスがキャンプを張った芝生でございます。その後に一番最初にこっちを使うのがあんた方です。プロとプロ選手と同じような芝生でサッカーができることを非常に幸せに思っています。どうぞサッカーも楽しくやりますけれども、せっかくみんな揃ってそのまままた来年も再来年もとあんた方はサッカーの友達として名古屋からずっと先生我々先進一歩はスポーツマンシップの2人先生どうぞ楽しく練習を誓います。2018年2月17日安定10日どうしよう
でフォワードに入るはずだから、ちょっとどういう風にしたら点取れるか。誰だった？左ハーフ入った時にこう何をしないといけないかしっかり考えて。
Come on.